ETC をより安全に、より快適にご利用いただくため、5つのチェックポイントをお知らせします。ポイント1、ETC カード確認。走行前に ETC カードの動作確認をしていますか？車に乗るときに車載機に確実に差し込んで、正しく動作するか確認しましょう。ETC カードを確認しました。有効期限の確認もお忘れなく。ポイント2、進入レーン確認。ETC 利用可能なレーンを確認しましょう。ETC 利用可能なレーンは、ETC 専用、または ETC 一般の混在レーンの2種類。ポイント3、車間距離確認。車載機エラーなどの原因によって、前の車が必ずしもスムーズに通過するとは限りません。追突しないためにも、十分な車間距離を保ちながら走行してください。ポイント4、速度確認。 ETC レーンには20キロ以下に減速して進入し、レーン内は徐行して通行してください。ポイント5、開閉バー表示器確認。レーンを通過するとき、右前方にある予測表示器を見て、開閉バーが開くのを確認してから通行しましょう。いかがでしたか？では改めて5つのポイントを確認しましょう。 1. ETC カード確認。 2. 進入レーン確認。 3. 車間距離確認。 4. 速度確認。 5. 開閉バー表示器確認。この5つのポイントを守って、より快適で安全に ETC をご利用ください。次のような例では再セットアップが必要になります。ナンバープレートを変更した場合、 ETC 車載機を他の車両へ付け替えた場合、 ETC 車載機付きの中古車購入または譲り受けた場合、高速道路のご利用に関するお問い合わせは0570-024-024、ネクスコ東日本お客様センターまでお願いします。ネクスコ東日本からのお知らせでした。